皆さんこんばんは。見に来てくださってありがとうございます。ありがとうございま す, います。それでは自己紹介をしていきたいと思います。シオンです。アイです。カノンです。ワコです。アサカです。モモです。スプラッシュ研修生のハクナです。ココハです。ユキナです。ミクです。ルイカです。アイコです。12人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。はい、というわけで最初の曲の曲紹介しましょうか。はい、曲紹介の前に皆さん、あー、そうだそうだそう、お知らせがあるんですよね、はい、ちょっと私たちがこの左腕につけているこのねマーク、やべっちスタジアムの期待するっちのやべスタ特派員に私たちスプラッシュが選ばれました。ありがとうございます。はい、私たち今日ねスタジアムで撮影をね何回もしたんだよね。そう、縁日とかね。そうそうそう、その様子がなんと明日ダゾーンで明日放送されるそうなので皆さんぜひ見てみてください。はい、ということで最初の曲いきましょうか。いきましょう。最初の曲は私たちのオリジナルソングファイトファイトファイトです。今日も皆さんに試合前元気をたくさん届けます。それでは聴いてください。ファイトファイトファイト。ということで今日もあの企画いっちゃいましょうか。いきましょうか。スプラッシュの気になるスタグル紹介。はい、私が今回おすすめするのはですね、はい、スキッペ監督が8月4日にお誕生日だったということで、バースデー企画としてね、はい、
監督のおすすめのねドイツのビールとソーセージのセットがなんと販売されてるんですよ。皆さんの後ろかな、あの監督お気に入りのドイツビールを飲もうっていうね書いてある看板のとこなんですけど、はい、まだあるのかな、ありますか、聞こえるかな、 あるかな、あると信じて、ぜひ皆さん2300円でドイツのね監督のお気に入りのドイツビール飲めちゃうので、私たちはまだ飲めないんですけど、はいはいはい、ぜひ皆さんスタジアムで飲んでみてはいかがでしょうか、はい、というね私のちょっと気になるスタグル紹介のコーナーでした。はい、はい、それではあ早速次の曲に行きたいと思います、うん、行きましょう、はい、次はこの6人で私たちのオリジナルソングを披露したいと思います。はい、それではこのメンバーでねするのはね実はもう今日で最後になるので、皆さんぜひ今日のこの1回目を見開いて見ていただけたらなと思います。はい、じゃあ一応紹介お願いします。はい、それでは聴いてください、私たちのオリジナルソングで輝く私で、この声でこの指で
しかったね、この人数でするの初めてだし、そうだね、初めてだね、すごい楽しかった、はい、それではね、もう一個企画があるんだよね。そうそうそう、うん、で、グルメについてちょっとグッズのお話もしたいかなって思います。はい、最近ね、すっごく、ありがとう、暑いじゃん、暑いじゃんって言ってくれて、ね、すいません、今日は暑いね、で、よく熱中症にかかっちゃうことがある、熱中症にかかりやすくなってしまう季節なんですけれども、ね、そんな熱中症対策のグッズが出ました。おー、いいね。何？なんとサンフレッチェ広島とコラボした氷のうです。氷のうってちょっと多分いまいち分かってない人が多いかも。私も氷のうっていうのはなんか袋の中に氷とか、うん、あとあのプチプチ知識で食塩を入れるともっと冷えやすくなって、なんか暑い時とかよくね、あの運動部の部活とかが使うやつなんだけど、想像つきますかね。わかるわかる、あの、うん、丸いさ、そうそう、スライムみたいなやつよね。そうそうそう、こういう、わかる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 、めっちゃ分かりやすいね。それがなんかサンフレッチェ広島のロゴが書いてある氷のうが発売されているので、うん、まだまだ暑い季節なので、観戦してる時とかにね、暑いなって思ったらその氷のうがあったらめっちゃいいと思いますので、ぜひぜひ皆さん買ってみてください。はいはい、はい、ぜひぜひ。それでは最後の曲に行きたいと思います。はい、はい、みんなでね、試合前にしっかり盛り上げて勝利へ導けるように頑張りましょう。はい、はいはい、ということで聴いてください、サンフレッチェ広島公式応援ソング、ときめいてハートトリック。Adiós.
は最後の曲が終わったということで、はい、今日をもってスプラッシュのねステージが最後の3人から皆さんにメッセージを言ってもらおうと思います。はい、それではお願いします。はい、まずは先日の FC 東京戦で、出演できなかったリベンジとしてこの場に立たせていただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、私はサンフレッチェレディスを通してサッカーを応援することの楽しさだったりとかサンフレッチェ広島をもっと好きになったりとかそして何よりもこのサンフレッチェファミリーの皆さんの温かいご声援をいただいてここまで活動できたことが本当に何よりの宝物です。本当にありがとうございました。はい、最後にご挨拶できる機会をいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、私はサンフレッチェレディースの活動を通して本当にたくさんのことを学ばさせていただき経験させていただきました。そして、試合前のステージでは本当にたくさんの方がステージまで足を運んでくださって本当に幸せな時間を皆さんと一緒に過ごすことができて幸せでした。サンフレッチェファミリーの皆さんと試合観戦も一緒にできてサンフレッチェ広島を応援できてその時間も全て私の大切な宝物です。本当にありがとうございました。間でしたがサンフレッチェレディースとして活動させていただきありがとうございました。ステージではこうやってたくさんの方に見に来てくださって時には一緒に踊ってくださる方もいてすごく嬉しかったです。そしてサンフレッチェ広島の試合では皆さんと一緒に応援できた時間も私にとって大好きで幸せな時間でした。本当にありがとうございました。これからは新しい場所での活動になりますが私たちがサンフレッチェファミリーとしては変わりはないのでこれからもサンフレッチェ広島を応援し続けます。はい、最後にはなりますがメンバーを含めたくさんのスタッフの方々のおかげでここまで来ることができました。皆さん本当に今までありがとうございました。ありがとうございました。3人は新しいステージに行くので皆さん引き続き3人の応援そしてサンフレッチェレディーススプラッシュの応援引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてラストということで1枚写真を撮らせていただこうと思います。3人には前に行ってもらおうかな。前に行ってもらってみんなで囲むね、はい、嬉しい。はい、終わりようか。よし、終了。皆さんと一緒に撮りたいと思うのでちょっと顔出しが NG だよって方は帽子や手で隠してください。お願いします。それではいきたいと思います。せーの、1,2,3サンフレッチェ。もう1枚、せーの、1,2,3サンフレッチェ。ありがとうございました。はい、はい、じゃあもう一枚ちょっとステージに乗って撮りましょう。なんかぎっしりしてるね。こっちにも何人か欲しいかな。お願いします。はい、うん、いいよいいよ、ありがとう。それでは行きます。せーの、1,2,3サンフレッチェ。1,2,3サンフレッチェ。それではじゃあ左の方かな、左の方か、はい、行こうと思います。行きますよ、せーの、1,2,3サンフレッチェ。じゃあ真ん中の方行きます。せーの、1,2,3サンフレッチェ。それでは右の方いきます。せーの、1,2,3サンフレッチェ。じゃ最上級に右の方いきます。最上級に右の方いきます。せーの、1,2,3サンフレッチェ。 OK かな。
OK。 それでは改めてみんなで挨拶しましょう。はい、以上スプラッシュでした。ありがとうございました。ありがとうございました。試合はこの後19時キックオフです。引き続きまだまだグルメもありますので、グルメも楽しみながら試合前皆さん一緒に盛り上がりながら試合も一緒に楽しみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。サンフレッチェレディス2022スプラッシュに今一度大きな拍手を。次のステージに旅立つメンバーも、そしてまた新しいスプラッシュの歴史を紡いでいくメンバーも、本当にみんな一緒になって